こんにちは、ロハス TV の時間がやってままいりましたえー、当社ではですね本当にこのバレルコアがですね、えー、スピリチュアルを持ってきたと言っても過言でないぐらいですね、えー、スピリチュアルとの出会いはバレルコアから始まったんじゃないかなというぐらいに思っております、えー、そしてですね、えー、その初代そして2代目そして特別 そして3代目というようなそんな形でですね、えー、本当に、えー、たくさんのバレルコアに囲まれながらですね、えー、私、えー、運がついてきたかなというようなそんな感じも、えー、しております。まずはでですすね、ね、ここのの初代、えー、バレルコア、これがが出たのがです、ねえー 現代版内出の小槌だよーということで、えー、本当とに内出の小槌のような形をしたもんでですね、えー、シャカ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 という形でですねあのー、皆さんに振ってあげました、えー、そしたらねいろんな良いことが起こったりなんかしたんですねほんで,ほんでもう、あのー、あこれはもう毎日のように、えー、私ポケットに入れておりました そしてですね、えー、続いて、えーまあ、ラインナップとして出たのが、この球体ですね、えー、こういった、えー、バレルコア、空というのが出たんですね。これはですね、あのーまあ、どちらかというと、ですね、こんな形でですね、球体で本当に持ちやすいような感じですね。そして、えーまあ、体,にこう体にいいというような。 そんな感じで私どもは受け取りまして健康とかまたなんかしんどいなという時はこういう形でよく振っておりましたこういった体の方面ですねこれが運ですねそしてこれがなんと特別限定品ということでバレルコアジャイアントということでお正月に売り出したんですね えー、まあほに限定数しかなかったんですで、ねえーまあ、こんな形ですねそして今回、えー、いよいよ丸山先生とのコラボ商品でカタカムナとバレルコアの融合ということでさらにバージョンアップしたのがこちら新発売の、えー、カタカムナバレルコアなんですえー、これはですね、えー、もちろんこちらのえー、まあ 運気もですね、あ、えー、げ,げますし、こちらの体の健康の方もあげちゃうということで、ダブルでですね、えー、揃ってるというような感じですね、えー、これがプッとこう融合しまして、これが生まれちゃったというような、まあ、あのー、平たく言えばそんな形で、わ、え、り、ー、と、あのー、こちら、あのー、いろんなものに使えると、えー、運気を上げたければ、えー まあ天地とつなぐような形で宇宙とつなぐような形で上下運動をしますそして体がしんどいところありましたらこれをさ、えー、するような形でさ、えー、していただきますそして波動を整えたければこれを持っとおいてくださいまあそんな形でね、えー、ございますしあともう一つ決断を迫られたとき、えー、例えば この本を買うべきか買わないべきかどうしようかっていうふうに思った時ですねさてあなたはどうするでしょうかもしこのカタカムなバレルコアを持っとけばですね、えー、これがですね、えー、重く感じるこれを持ってなんとなく重く感じるというようだったら、えー、これはこの本は私には必要ないかなっていうふうな判断だと思いますまた逆にですねなんか軽く感じるなっていうことだったら これは私にとっては必要なものなかなというようなそんな判断としても使ってくださいということでカタカムなバレルコアの使い方の説明書にもありましたまだ私もね来たばっかりですのでどんどんこれを使ってみてですねまた皆様にもご紹介をしたいと思いますので是非お楽しみにしとってください大きさはですね、まあ、こんな形でございます ちょっとこうね、えー、現代版内での小ツバレルコアよりは、えー、背がちょっと低くて、えー、直径が長いというような形ですね、えー、逆にこの球体のよりはですね、あのー、もう一回りぐらいこう幅が大きいという形になりますまああのー、TPO に合わせてね、えー、また使ってみてくださいそれではさようなら